こんにちは。チャンネル登録高評価よろしくね。うおー。ごきげんよう、トップドです。ロールを腐っていこうと思います。今回はイカゲームの顔から逃げるゲームの世界にやってきました。いや、走り方。はっちゃける時の走り方。あれ、待て待て。早速いました。イカゲームのキャラ。めちゃくちゃムキムキだね。やばい、この世界。イカゲームの女の子もいました。めちゃくちゃムキムキだね。うわー、こんなスキンにもなれるのかな。よーし、それではやっていこうと思います。さあ、ここ入ると、なんだ？別のサーバーに移されるのかな？なんか怖いんだけど、今の顔。さて、これはなんだ？なんだこの世界。間違えたね。こっちのゲートじゃなくて、こっちからスタートだったみたいだね。よし、そりゃ、ここを登っていくのかな？来ました、迷路。ここにいるのかな？窓で来てよ。早速、顔が来た。え、なにこれ？これ触れてもいいやつ？あれ、死なない。どういうことだ？顔から逃げるゲームじゃないの？死ななかったね。まあ、とりあえず、この迷路を攻略していこう。さあ、こういう、こうアイテムを集めたり、え？やられたー！なんだこれ。やられたんだけど、触れちゃいけないイカゲームの顔もいるんだね。よし、じゃあもう一度挑戦しに行こう。巨大な迷路になってるね。早速暴れてる。あれは？なんだ？なんだこの光？待て。女の子の顔もいる。うわー、来たー！生首を襲ってくる。逃げろ逃げろ。よし。なんとか逃げて。何？行き止まりだと？戻るしかないか。なんとかみんなで脱出していきたいね。さあ、ここにはいない。向こうにいるけどね。ここは登れるかな？よいしょ。まあ、顔から逃げるゲームはね、クリアしたことあるんで、今回も、このイカゲームバージョンもね、クリアしていきたいね、みんなで。よし、ちなみに、今日でロブロックス動画ね、99本目です。記念すべき99本目。うおーっと、ここ、襲ってくる顔がいた。よし。なんとか避け切りました。何人かバロになってるけど、目の前にいる。よし、これも避けて。いよいよ、これが、ロブロックス動画を99本もやり込んだプレイです。いいね。だいぶ上手くなってきてるよ。さあ、うわーここにも顔がうじゃうじゃいた。いや、こんにちは。やあ、ミナボンドです。ここになんかいろんなアイテムあるんだけどね、拾えるのかな。あ、ゲットした。バナナゲットした。おお、これ全部拾えるやつじゃん。来ました。なんだこれ。イエーイ、乗り物来た。これに乗って、あれ、なんだ、うわー、なぜか裏世界に落ちていったね。さ、こういう、あ、こういうコスチュームを着れたりできるのね。お、来ました。やあ、ドラッボンドです。さあ、ちょっとこれでやっていきましょうか。いいね、いいね。で、あえてもね、ちょっとバナナもらいながらやっていきましょう。バナナで、これ敵をはめたりできんのかな？お、いるよ。早速これ使っていこう。わあ、やあ、こんにちは。よいしょ、行くぞー。なんとかこのドラボンでクリアしていきたいね。よし。さ、このバナナは、あれ？バナナどこ行った？バナナが消えた。どこ、ああ、復活した。ある程度時間経つと復活するのかな、このバナナ。連続では使えないんだね。よいしょ、くらえ。こいつも挟まってんね。よし、いた！ここで使いたかった。バナナが来ない。待て、これはどうやって受ける？よいしょ、うまく避け切りました。暗いバナナ、あ、間違えた、ここに置いちゃった。あれ、待て、これプレイヤーが滑るやつ、もしかして。やばい、一緒に顔がうじゃうじゃいる。よし、乗り越えました。言うぞ。うわ、これ迷うな。よし、こういう光のアイテムね、しっかり回収しながら、さあ走れ走れ。さあ、これ食らえ。キャー、自分が食らった。やっぱこれプレイヤーが滑るやつだ。待て、ここにいる。おびき寄せて、よし、避けていく。もう一匹だ。やばいやばい。よいしょ、
いいぞ、オッケー、避け切った。これがロブロックスを99本もやり込んだプレイです。待て、下にもうじゃうじゃいるよ、顔が。これどうやって乗り越えるんだ。踊ってるね。新聞ボンドかな。ここはやっぱジャンプしていくしかないのか。待て、よいしょ、いけたー。これゴール来ました。あ、ステージ2になったね。この顔が怖いんだけど、今出てきてた。よし、でもステージ2にやってきました。そうじゃあ、ここはドラゴンコスチュームはないんだけど、コスチューム系はないんだね、この辺は。アイテムはいろいろ置いてあるんだね。お、手裏剣がある。ちょっと使ってみよう。おー、いいねね。これちょっとこいつに、せいせい、早っ。うわー、すごいジャンプ力。なんだあれ、イカゲームのキャラやばいね。あ、こっち、これ使ってやっていこうか。よっしゃー、あれー、おー、また裏世界に来た。この乗り物に乗ると裏世界行っちゃうんだね、これ。じゃあこれちょっと使ってやっていこう。よし、これなんだ、なんか発射する感じではないのか。よし、それではステージ2やっていきましょう。ここもすごい迷路になってんね。さあ、イカゲームキャラの顔が待ち構えてんのかな。いた、またあそこで挟まってる。あ、でもこれ似たようなステージになってんのかな。よし、この光のアイテムも集まってきたね。顔たちが全然襲ってこないぞ。あっと、なんか影が見える。なんだこの影、この裏に間違いなくいるでしょう。いたー、ここに集まってた。イカゲームのキャラの顔が集まってた。よいしょー、うおー、襲ってくるのか。逃げろ逃げろ。よし、これはなんとか逃げ切れるかな。よいしょー、お、もうゴール。第2ステージは簡単だったね。そしてこの顔が怖い。イカゲームもなんか雲女の子イカゲームがいたね。ここにもなんかいるね。これは？これは課金か。待ってね。イカゲームの好きになるには、課金しないといけないのかな、これ。イカゲームの好きにもなってみたいよね。じゃあちょっとこれ課金してみよう。よし。これでイカゲームの好きになれるのかな？なんだ？これなんか出たよ、英語が。あ、これか。これで、あ、来た！イカゲームのキャラになってんじゃない？来ました。顔になった。三角の顔になったね。いやー、ジャンプ力めちゃくちゃ高いね。他にもいろいるけど、あ、ムキムキのキャラもいる。これやってみよう。いやー、みんなこんにちはー。ムキムキになっちゃったー。やばすぎるね、このイカゲームのキャラ。お、友達がいる。仲間が来た。さあ、じゃあ、これでやっていきましょうか。よいしょ、ジャンプ力高っ。おお、わあ、これ、ズルできちゃう。わ、いいね、いいね。チートすぎる、このキャラ。よいしょ。もうこれ、乗り越えてやっていきましょうか。あ、もうゴールだ。近い。よーし。これが、イカゲームのチーターキャラの力です。よし、ステージ4。この雲のキャラにもなってみたいね。さあ、ステージ4にやってきました。あ、なんか急に暗くなったね。じゃ、このイカゲームの三角ムキムキになりました。いやあ、みんな、こんにちは。いやあ。よーし。さあ、これでやっていきましょう。あれ？くぐれない。ムキムキすぎて。ここくぐれないんだけど。これ、ダメか。あれ、なんか持ってる。なんかライト持ってるね。ちょっと待って、キャラ変えよう。これムキムキキャラじゃくぐれないんだね。じゃあ、生首キャラはどうだ？これもまあ、でかいけどね。くぐれるのかな？ダメだ、くぐれない。いや、このキャラ怖すぎる。動く生首で怖すぎるね、これ。でもこれくぐれないんだけど。仕方ない。キャラをリセットするしかないか。
これでリセット。うわ、消えた。地面の中に消え込んだぜ。あ、よかった。これに戻れた。なんか挟まってんだけど。これででも、あ、よし。進めるようになりました。ここでちなみにムキムキになるとどうなんだ？あ、一応ここでもムキムキになれるね。そう、どうなんだこれ。え、次の道、これ。次の道。なんだこれ。ないんだけど。なんかプレイヤーがここにいっぱいいるんだけど。もしかしてここで行き止まりなのかな？いや、怖い怖い。めちゃくちゃ近すぎて怖い。じゃあステージを選択するとこで、今ステージ4にいるから、ステージ5に行こう。これで、あ、行けるんだね、一応。よーし。じゃあステージ5から引き続きやっていこうと思います。それでは、ムキムキ三角になって進んでいこう。よいしょー。おっと、これはなんだなんだ？待て。やばい、落ちた。あれでもこれ、触れても、あー、バラバラになった。無敵ではなかった、あのキャラ。そりゃ行きましょう。よいしょー。このキャラめちゃくちゃジャンプ力高いんだよね。ほえよよ。落ちないようにこれ進んでいこう。ほう。なんかでもこっから迷路じゃなくなったね。アスレチック風に疲れてる。怖い怖い、でもここ動くよ。キャラは動かないのに。この土台だけ動く。よし。で、ここは落ちないように、いよいよ。進めていってる。うわ、下に顔がうじゃうじゃ群がってる。うわ、集まりすぎでしょ。よいしょ、うお。よいしょ、うお。ほい。ほっけー。うわー、どうすんだ、なんだ、おーしょ。ギリギリ、生き残ってました。うわー、危なかったね。おっと、誰かバラバラになってる。ここもなんとかうまく乗り越えていきたいね。よいしょー。と、危なかった。これがこのキャラの力です。うわ、怖い怖い、下に群がってる。よいしょ。もうゴールは目の前だよ。こっから一気によし、飛び越えてきました。うすごいな。おーおー、うまいでけ。うまい人がいた。よし、入っていきましょう。さあ、ステージ6だね。よーしょ、これにもなっていきましょう。イカゲームの支配者かな、この顔。このキャラなんか魔法陣みたいの出るね。なんだこの魔法陣。わー、飛んだー。おー、よいしょー。ここにやってきました。よし、あ、この隙間も一応通れるんだね。いよいよ、わー、顔が、待て待て、顔が壁の向こうから覗いてる。怖すぎる、これ。ま、僕も、生首なんだけどね、これ。あれ？なんだ？やられた！壁越しからやられたんだけど。あれ、やられちゃうのか。やっぱここはムキムキになっていくしかないか。よし。このキャラになればね、もうジャンプ力がすごいからね。ジャンプして乗り越えていこう。よいしょー。うおぉ。あとはここ突っ走るだけだね。うおぉ。さて、おっと、ありました、ゴール。近いね。あ、やばいやばい。おぉ、てめえ、うおぉ、避けていって。よし、オッケー。いや、怖いな。いや、僕も全く一緒な顔だった。いや、友達になろう。よし、まあ次のステージ行きましょう。オッケー。さあ、ステージ7は、透明の迷路になってんのかな？わあ、落ちたー。なんだなんだ？いやー。待て。透明だから足場がわかんなかった、これ。あ、そうなってんだね、これ。じゃ、今回は普通のキャラになって進んでいきましょうか。よいしょー。いよいよ。透明だからでもこれ、わかりやすいね。敵の位置とか。オッケー、避けていって。さあ、いよいよ。光のこのアイテム、これどこで使うんだろう。地味にもうこれ、98も溜まってる。おっと、近い近い、いいよ。もうこれどうなってんだ？迷うな。よいしょ、こっちの方かな？ゴール近いよ。うわ、でも向こうに顔がうじゃうじゃいる。待て、これは、よいしょー、これが、ロブロックス動画を99本やり込んだプレイです。
よいしょ。まあ、次回で100本目だね。よいしょ、おきでもゴールしました。100本目何するか迷うね。いや、全方向から見られてる。いやー、これはもう進んじゃおう。さあ、ステージ8にやってきました。ここもアスレチック風に作られてるね。落ちたら顔の餌食になる。落ちたー。だんだん難しくなってきてるね。これはこっち行った方がいいのか。よいしょ、いいよ。光も回収しながら、光がいつの間にかもう300溜まりそうだね。よし、乗り越えました。さあ、次はここから迷路になってんだね、でも。おっと、顔が待ち構えてる。いやあ、こんにちは。こう見ると可愛いね。よし、じゃあ進んでいきましょう。さあ、光のアイテムを取りながら。うわ、ここにもいる。これ壁すり抜けてね、覗いてくるからね。うおー、ここにもいた。これ、壁越しにいても怖いね、ちょっと。目の前にいるみたいだね。で、こっちの顔は来るパターンだね。逃げていって。さて、あれ、行き止まりか。迷うよ、この迷路。でもこれ、こう、道が狭いから、上から見ればいいのか。上から見ると、ゴールが、こっちの方かな、ゴール。あれ、でも、ここの顔、来る速度が遅いね。これ、ジャンプできるか？よいしょ、来たー。うわー、そこにもいた。オッケー、いいよ。あれ？今なんかに触れた。今なんかに触れてたか。仕方ない、ここは。ムキムキになっていくしかないか。いやー、ムキ三角です。それでは、カンプレイ、やっていこうと思います。いいぞー。よいしょー。ここからもう進んじゃうというね。これがムキムキの力です。よいしょー。どんどん進んできちゃうね、これ。こっちになって正解だった。よし。うおー、ここの顔めちゃめちゃでかい。触れてたよ。生きてるね、でも。よいしょー。さて、これは、あ、これでも。ここの、待て待て。ここの入り口狭いから、ムキムキ状態じゃ進めないんじゃない？ダメだ、やっぱ。ここ進めないようになってる。このキャラで進むのダメなのか。やっぱズルしちゃダメなんだね。ちょっと顔にやられることこう。オッケー。さあ、なんとかここまでやり込んできました。いや、友達になりたそうに見てる、こっちを。よし。そりゃ、ここ進んでいきましょう。さあ、あの巨大な顔が、ちょっと邪魔してるから、なかなかいけないね。タイミングよく行きたいね、ここ。あ、これ、今だ。よし。行けた、行けた。よいしょー。怖い、怖い。顔怖い。オッケー。乗り越えました。よっしゃ。このキャラで、ここまで来たね。さあ、あとはこの中くぐって、ゴールだ。いや、でも急に難しくなってきたね、これ。よし。あ、ゴールあった。よっしゃー。みんな、結構みんな集まってきてたね。よいしょー、これで、あれ？なんだ、ああ、ゴール。ステージ9。さ、ステージ9は、ここも巨大な迷路になってんだね。あ、レーザーっていうトラップが追加されてる。よし、よきて。顔の数もだんだん増えてきてない？顔の数めちゃくちゃあるね。これはオッケー。こっち行けた。よいしょー。さあ、おお。これ曲がった瞬間顔が来るから怖いよね。ムキムキになっていこうか。よいしょー。お、この上登れたね。よーし、じゃあ端っこから進んでいきましょう。うおー。オーケー。ゴールにやってきました。これが私の力です。うおー。ついにステージ10までやってきたね。このステージも巨大な迷路になってる。なんか、なんだこれ。マグマみたいなのが流れてんのかな。まあ普通にこれジャンプで乗り越えていきましょう。これがムキムキの力です。
さあ、オッケー、ゴールだ。ステージ11。早速顔が覗いてるね。壁を貫通して。よし、でもまあ簡単に乗り越えていけそうだね。まあこれ普通のキャラでやってもいいし、ムキムキになってやってもいい要素だからね。よし、ここもなんとかゴールしました。いやあ、生まれ変わったらこんな顔になりたい。そ、このステージは、おっと？あれ？敵がムキムキになってる。なんだこれ？ちょっとでかいね、しかも。走ってる走ってる。壁越しに走ってる。うおー、真似しよう。うおー。あれ？触れても死なないね。あれ？このキャラ。触れても死なないぞ。乗ってる乗ってる、上乗ってる。わ、いいね。ここはもう死なない感じのステージになってんだね。もう何でもありになってるね、このゲーム。よーし、走っていきましょう。うおー。なんかこのキャラだんだん好きになってきたね、このキャラ。まあいいね。僕もこんなムキムキになりたい。オッケー、ゴールだ。さ、このステージは迷路じゃないね。飛び越えていく感じか。おお、またムキムキがいるね。よし。ここも簡単に乗り越えて、おお、新しい感じのなんか来たよ、これ。なんかボールがいっぱい落ちてる。キャラを顔にしてみたらどう？よし、これボールの中に生首が紛れてるみたいになってるね。いいねねー。イェーイ。いや、この生首テンション高いな。イェーイ、みんなイェーイ。よーし、じゃあ次行きましょう。ムキムキが待っててくれてたね。ステージ14。なんだ？なにこれ？え、やれたんだけど、早速。どういうことだ？なんだ？待って待って。なんか復活した瞬間。やられるんだけど。なんだこの地獄のようなステージ。安全な場所がないぞ。うわぁ。よし、生き延びた。端っこから進んでいこう。隕石が転がってくる。これ生まれた瞬間もう、なんかやられちゃうっていうステージだね。鬼畜すぎるこのステージ。よし、まあ、なんとか乗り越えました。さあ、ここは？ここはでも、何も被害はないね。よいしょ。さて、これは、雲じゃない？雲のイカゲームのキャラ。ついに現れたか、いた！ 2 匹もいる。うわぁ、これ、これ触れたらダメだよね。よいしょ、うわぁ、追いかけてきてる。怖い、怖い。急に。急にこのステージからやってきたね。よいしょ。そこー、ここ見た、おー、壁越しかと思ったら普通に目の前歩いてきてたね。待て、これはめちゃくちゃいるね、これ雲。よいしょ。これ曲がった瞬間目の前に現れるから怖いよね。よし、まあなんとかゴールにたどり着きました。イエーイ、おー、そこにいた。さあ、ステージ15だね。さあ、やっていきましょう。よいしょー。おいしょー。アスレチック風に疲れてんだね、ここ。オッケー。あれ？なんかやれた？なんだなんだ？なんだ今の？よいしょー。これもうムキムキになっていくしかないね。オッケー。ここから乗り越えていこう。また雲がいるね。あれ、なんかイカゲームじゃないキャラがいる。なんだこの顔。なんか別の顔がいたね。まあ進んでいきましょう。いいよ。結構細かく作られてんだね、このステージ。さあ、まあでもここね。ここからもう進んでいきちゃうね。オッケー、ゴールだ。ちなみにステージの数が16までだね。多分じゃあここが最後のステージなのかな。よーし、登っていって。おー。最後はやっぱ迷路か。そりゃ最後は。もちろんこのキャラになっていきたいと思います。このキャラ好きになってきた。よいしょー。おいしょー。これがイカゲームの力です。さあ、ゴールだ。早いね。で、多分このステージが最後だから、あれ？これなんか、支配者のムキムキもいるね。ここに来て新キャラ来たか。まあでもこれが、これもう進めないね。
このステージが最後なんで。よし、まあ、今後のアップデートとかで追加されるのかな。よし、とりあえず、イカゲームの顔から逃げるゲーム、完全クリアしました。もうこのゲームやり込むと、イカゲームのムキムキになっちゃったね。ということで、タコボンドのロボロックス動画、次回で記念すべき100本目なんでね、ぜひ次回も見ていってください。それでは、じゃあね。